前回の染色動画ステップ1乾燥の続きです。約1日乾燥させたものを今回は染めに入っていきます。吸い上げを良くするために、念のために先を手織りしておきます。で、切り口がすべて使っていることを確認して、今から1時間様子を見ていきます。はい、ではこれが染色して1時間後の状態です。見た感じ、やっぱり品種によって染色具合が異なります。で、今染色液につけて1時間なんですが、ここから次水につけていきます。で、水につけることによって染色部分が少し広がりますので、そのような形で水につけていきます。で、切り口はこのままだとすごい染色液がついたままの状態なので、洗ってきれいな水の花瓶に入れていきます。まずこの黄色のシンクルからです。これちょっと花瓶に染色はあんまりないんですが、よく見たら分かるように芯と下側の花びら染色されています。で、洗っていきます。次はこちらの白のシンクルですね。で、黄色のリンク。同じような花形でも、このように品種によって染色の具合が異なります。バラな染まり具合です。はい、これが全体です。で、これでまた翌日、次の日の朝にどのように染まるかっていうのを確認します。で、まだ葉も花びらもちょっと水が下がった状態なので、普通の水で水揚げをしていくというような感じ。